はい、皆さんこんにちは、小学4年生の算数と国語をやっていきたいと思うんですが、今日の算数は折れ線グラフについてちょっと復習していきたいと思います。テキストのページがですね20ページになりますんで、こちらのページの問題はおそらくやってない人も中にはいるかもしれません。ですのでこの20ページやってなかったらね、一緒にちょっと題目1問やっていきたいと思います。やってある人はもう一度ぜひ復習で見てみてください。さあ、こちらちょっとですね手書きで申し訳ないんですけど折れ線グラフ書かせていただきました。テキスト見てもらうと分かる通り本当は縦線とかね横線とかいっぱい引いてあるんですけれども、あまり分からなくなっちゃうんで引いちゃうとですね、あえてこんな形で書いてあります。さあ、そしたらまずはですね括弧1番ですね、アキラさんの身長のですね、推移、年齢が横軸、身長の高さ、長さが縦軸になったわけなんですが、8歳の誕生日の時の身長は何センチメートルですかってことがまず1番ですね。はい、そうすると8歳のところ皆さんですね、しっかり確認してもらいまして、まっすぐこう上に上がっていきますね。はい、ちょっと本当はセンチとか当てるといいんですけどね、ちょっとすいません、出かけに行っちゃいますがね。はい、ここの黒ポチ、8歳まっすぐ上がった時にぶつかった黒ポチですね。はい、これはまっすぐですね、こう横見ていくわけですよ、こういう感じで。横ですね。まあ本当はこっちがこう行った方がいいんですよ。はい、横行きますよ。はい、ここぶつかりましたね。ここが何センチかなってことを見てもらうんですけれども、120から130の間、横のですね、メモリがですね、10個あります。ですので、1メモリ1センチメートルになってますんで、まあ130からね、3メモリ分下って形になりますね。そうすると、こちらの方が127センチメートルという形で答えてもらうといいですね。そして、カッコ2番、ここの問題がね、皆さんよーく間違えるんです。身長が初めて130センチメートルを超えた時の年齢を聞かれてるんですが、はい、そうすると、130センチメートルってここですね。はい、これをこう見ていくわけですよ。で、当然ちょっとね、黒いですね、ぽっちりしたところとはぶつかりません。この部分にぶつかりますね。で、まっすぐ下を見ていきます。ね。はい、そうすると、まあ、ここら辺なんですよ、大体ね。ちょっと中途半端なところの位置に当たります。これでですね、9歳っていう答えを書いちゃう人が非常に多いんですけれども、初めて130センチメートル超えた瞬間ですね。はい、その時何歳かってことなんですが、年齢は1歳にですね、年を取りますと、当然このですね、8と9の間、ここは8歳の時の、身長になりますので、今回は130センチメートルを超えた時は、まだ9歳になってないんです。その手前だったんですよね。ですので、8歳って形になりますので、ここ間違えないようにちょっと気をつけてください。はい、そして身長の伸びが一番小さかったのは何歳と何歳の間ですかということですね。伸びが小さいってことはですね、あんまりこう上がってないんです。斜め右上に上がってない。上がってない。一番上がってないところを見てほしいんですよね。はい、そうしますとですね、まぁ、すいません、手書きだとだいぶ見づらくて申し訳ないんですが、皆さんぜひともテキストのや、ね、折れ線グラフをちょっと見てみてください。そうするとですね、ここなんですよ、一番ね、上がってないの。ここなんですね。はい、それなんで、8歳と9歳の間っていう風に答えられるといいんですね。ここが一番上がってないですよ。はい、そして5歳から10歳までに何センチメートル伸びましたかっていうことなんですけれども、こちらに関しましてはですね、5歳の時のですね、身長ですね、ここですね、読み取ってもらうといいですね。それから10歳の時のこの身長ですね、こういう形でですね、ちゃーって言って、ここの部分ですね。はい、読み取ってみてください。さあ、いくつかなってことなんですが、5歳の時はですね、107センチメートルになりまして、10歳の時は137センチメートルになってます。ね。それなんで、137から107を引いていただければいいですよ。ということで、30センチメートルだよという形になりますのでね、こんな形でぜひ出してみてください。5歳と10歳のそれぞれ身長を見つけてもらってですね、大きい方から小さい方を引いてもらうといいでしょう。はい、というわけでね、こんな形でちょっと折れ線グラフですね、確認させていただきました。ね、本当だったらね、ちょっと縦線横線があるとより見やすいんですけれども、ぜひとも皆さんですね、テキストの方で、また確認してみてください。はい、ではですね、この後ちょっと国語の方も少しね、復習していきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。では、一旦変わりますよ。チェンジです。
はい、じゃあ国語をやっていきたいと思います。今日は像の重さを測るということで、テキストの20から21ページの内容ですね、授業でも一度やりましたが、よかったらもう一回確認してみてください。さあ、題名に書いてある通り像の重さを測るんですよ。像の重さを測るわけですね。ということで、この文章の話題何ですかということで書き抜いてもらいましたが、像の重さですね。はい、これ2行目にここ書いてありましたよ。象の重さは何キロ、ごめんなさい、カタカナでした。何キログラムなのだろうというのが今回の話の話題になってますね。で、昔の中国の王朝の魏という国、まあ皆さん聞いたことありますかね、三国志っていう有名な時代があったんですね。中国の国が3つの国に分かれてですね、争ってた時代なんですが、そのね、三国志の中で一番、ね、強かった国の魏、ね、その魏の国にですね、同じく、まあ、敵国ではあったんですけど、呉の国がですね、象を送ったんですね。で、いやー、すごいでかいなーっていうんでですね、びっくりしたわけなんですけどね、どれくらいの重さなんかなっていうのをですね、測りたかったんですが、当時の道具ですとですね、像は大きすぎてですね、乗せることができなかったんで測れなかったんですよね。で、その中でですね、王様の息子の宗忠って方がおりましたね。実は魏という国を治めてたのは曹操という方なんですけれども、まあ、その息子の宗忠、ね、何人か息子いるんですけどね、一番頭が良かった方って言われてますね。で、その宗忠、はかりの代わりに何を使いましたかっていうとですね、これまた頭いいんですね。じゃあ船にちょっと乗せましょう、象ね。で、船に乗せて象の重さで船が沈みます。沈んだところまでに印をつけて象を今度下ろして、で、今度は象の代わりに石を乗せていくんですね。で、同じところまで沈むまで乗せたら、あとは石の重りを測っていって合計で何キログラムですよっていうふうに出した。すごいですね。なんで結構思いつきが良かったんですがね、まあこの宗忠さん余談なんですけれども、実はこの後暗殺されちゃいます。残念ですね。頭が良すぎるのもまた問題だったみたいで、ちょっと暗殺されちゃってね、お亡くなりになっちゃいます。はい、で、各4番の方なんですけど、象の重さを測る方法なんですが、並べ替えます、穴埋めですね、入れていきますが、まあ1番ですね、はい、まずからスタートですね。やっぱりスタートですからね。まず象を大きな船に乗せる。で、船は重さで沈みます。沈んだ時についた水の跡に印をつけます。はい、で、2番目、次に象を下ろした同じ船に今度は石を積む。船がさっきまで、さっきつけた印まで沈んだら石を積むのをやめる。で、まず3番、最後にっていう形で穴埋めしていきますね。船に積んだ石の重さを測っていく。石の重さの合計、ね、左側に言葉がありますんでね、選んで入れてってもらいました。まあ、ここは結構皆さんよくできてましたね。で、この文章に書かれている考える筋道についてなんですが、まずはこれ問題について説明して、像が何キログラムなのかね、次にその解決方法ですね、船と石を使いますね。で、最後に結果を示すということで、なんと約4500キログラムで大人約70人分の重さだったっていうね、それぐらい重かったんだよということでございました。はい、というわけで今回の算数国語はここまでになりますね。よかったらまた復習よろしくお願いいたします。では皆さん、また来週お待ちしておりますよ。じゃねー。